なんかあんま死んでなさそう。あ。おお。早い。3キル。マジか。死んでる。3キル出とるやん。過去。よし、行きたい。なんかあんま死んでなさそう。あ。おお。早い。三キル。マジか。死んでる。キル出とるやん。ちょっと待ってね。大丈夫ですかね。はい。はい、どうぞ。人生初の。アマンガス初の死体を発見しました。おめでとうございます。イエーイ。いや、人死んでる、人死んどるんだけど。どちらでした？ごめんなさい。ストレージの右下でトータスさんが肉壁になってました。うわー。ストレージの右下。右下？はいはい。とても無残な姿でした。最後に見た我こそは。あ、僕見ました。どこで？コミュニケーションでタスクやってましたね。はいはいはい。だから多分。あとストレージで死んでるってことは多分右の上からこうぐるーって回ってきたパターンかな、うん、右から、うん、僕その多分直前にシールドで見てます。シールドでシールドコミューストレージで多分直前切りです。あとさこう停電が鳴る停電になる10秒15秒前ぐらいにアルトさんがストレージの上のタスクやってるのを確認してます。アルトさんがストレージの上のじゃあストレージ近辺で死んでるってこと3年も死んでるの。トニキさんすら踏めたしな今回。ストレージにエレクトリカの停電直したのが一番最初が僕で、テラゾーさんが2番目でって感じだったと思うんで、ね、でその後に砂亀先端がエレクトリカに入っていった。ドニキさんはちなみに最終目的はわからない。ライブ1もわかんない。じゃあトータスさん、アルトさんあたりから犯人絞った方が良さそうだな。ダブルキルかな。ストレージ周りで。ダブルキルかな。ストレージ。だって直前いたんでしょ。配電盤にアルトさんがいて、コミュニにトータスさんがいたんだら、まあダブルキルっていうかまあそのほぼ同タイミングなだけ。ダブルキルって言い方がちょっと悪いかもしれません。うん、あ、まあそうね。そうですね。もうちょっと話そう。右下見つかりにくいんだよなあれ。じゃミュートにします。いやマジか。いやマジか。いや1キルされててもやっぱボタン押した方がいいな。はい、落ちました。はい、まあなんかトータスさんのキルから容疑者洗うのが多分一番洗えそうな気がするんで、トータスさんはね、テラゾーさんは不可能だと思いますね。はい、そっちに。シールドで違ってテラゾーさん上に上がっていって、上に抜けてるんで、はい、コミュニケーションで助けてる。まあでもその後エレクトリカルまでには行ってるけど、ストレージは通ってるんだよね。ただ右下は見てないな。でアルトさんが上の配電盤やってたっていうんだったら俺とすれ違ってもいいと思うけど、すれ違ってもいないと思う。まあ停電になってたから。もしかしたらニアミスしてる可能性はあるけど、同じ道は通ってないと思う。停電なるタイミングにカフェテリアに行ってたんですよ。右の方のやつやってて、はいはいはい、でその時は誰も上ポンらへんは誰も通ってなかったですね。上行ってたのは左が分かんないですよ。あの停電が起こった瞬間あたりの位置から上がってきますかね。はい。で停電が起こった時にリアクター、あ、ロアエンジンか、ロアエンジンの上あたりで先端さんと一緒になってて、
はい、でそのまま、ロアエンジンエレクトリカルのエレクトリカルに入る直前ぐらいで停電が治って、でそのまま先端スナザメがエレクトリカルの中に入ったらテラゾーハタサコがいたっていう感じで。あ、じゃあかな、あのロアにいたってことですか、スナザメさんは。もともといや、ロアに向かってたですね。向かってた。僕アドミン見てロア1これ死んでるなと思って向かったら誰もいなかったんですけど、誰だろう、そのリアエレクトリカルの停電になる直前にロアいた人いないです。あ、誰も言わないんだ。俺が死んでる人なんだ、うん、あ、じゃあゾニキさん、アルトさん。いや、ゾニキさんは最初のキルでしょ。で、アルトさんとトトさんが直前で生きてるから、ここまで。あとピカクロス実際スイッチナビゲーションですね。ナビゲーションにいる、はい、タスクやってる時に停電かかった感じで、その前にウェポン周りで入った感じ。誰とすれ違った？いや、実は浮いてるんだよ。誰ともすれ違ってない。怪しいですね。そう、だから私怪しい位置になっちゃう。テラドさんは上から行ったんですか、ストレージの方向に？ウェポンカフェストレージ？上で先端とすれ違ってる。先端梅県とすれ違って上に行ってるって感じ。そうそう。ウェポンカフェテラストレージ。アシエさんはいいんじゃないですか。ちょっとまあ容疑者絞らないと3キロ怒ってるんでまずいなと思ってしました、うん、はい、でごめんなさい、ちょっとセンターさんに質問なんですけど、はい、さっきあのシールドでトータスさんとすれ違ったって発言しましたっけ。すれ違ったっていうか下のタスクやってましたね、トータスさんが、うん、はいはいはい、初手で右で見てて、ピンク初手右ってて下の方行ってたので、そこから結構、茶色と黄色かな、ミケンさんと寺田さんが下から来たんで死んでないかなと思って下見行ったら戸田さん生きてたん で、じゃあその後に、ストレージアドミン、アドミン見てからロアエンジンエレクトリカルってことですよね、その後の経路は。そうっす。なるほど、ってことはそこからトータスさんは、先端さんがアドミン向かってて、トータスさんはコミュニケーション行って、でコミュニケーションタスク終わった後にストレージの右下の落ち葉やってってことか。あ、了解。まあそうなりますね、ルート的には。うん、で、ガシャコンな、落ち葉やらして、でその後に梅健さん、梅健さん どういう経路で右下発見したんでしたっけ。僕はウェポンズからこう降りていって、降りていってシールドやってコミュニケーションで一緒にタスクをやってたんですよね。誰と。一緒、トータさんと。はい。でその後停電かなんかで ストレージ通ってエレクトリカリコードしたら直ったんで、右下のところのタスクをやろうとしたらそこに、はい、死体があったという。その時にすれ違った人はトータスさん以外は誰もいないですね。僕がもう少しタスクを早くやってれば犯人の顔を見れたかもしれないっていうのに。ストレージ付近にいた人います。直前に梅健さん以外で、直前ってほどではないけど、直前のみ限定。オッケーオッケー。じゃあエレクトリカルにと入る前はストレージから来てるね。いや、それじゃなくて、もうなんか梅健さんがやべバレると思って押した可能性ないかなと思って。ないのか、それは。それは否定できるな。下には全然近づいてないからね。テラゾーハタサコはストレージからエレクトリカルに入ったで OK？ はい。テラゾーさんは？いや、ハタサコさんは知らないけど、そうです。テラゾーさんはストレージからエレクトリカルに行ったと。いや、むずい、これ。アルトさんの死体はレポート光ってなかったんだよね、その時。右下だって話なんでしょ。僕は砂ザメさんを見てないけど、砂ザメさん僕見てるって情報が、でもそれインポスターリがあんまりない気がするし、ストレージ周辺で死んでるでしょ、トータスさん。いや、トータスさんがセキュリティあたりで死んでる可能性あるか。いや、でも直前の目撃情報もあるしな。はい、白を出していかないまず。うん。で、はい、今話的に言うと寺蔵さんが白、あの梅健さん曰く。僕発見者の。いや、まあストレージはいるからなっていう位置だね。寺蔵さんも旗本さんも、うん、そのエレクトリカルによる前に殺せば OK っていう。うん、
そうですね。テラズなんかなんか一つでもタスクやらずにぐるーっとカフェテリアの方回ってまたそれじゃ来てるならあれですけど、なんか一個でもタスクやったら時間的に多分。いや、死体を発見しようと思ってナビゲーション O2 でポンって言ってるから、タスク自体はしてないんだよね。あ、じゃあ、うん、じゃあギリいけるかもしれないけど、まあ自分で言うかっていうか、ね、タスクしてないでしょ、うん、インポスターでも。あの、アシュさんの動きもう一回聞きたいんですけど、いいですか？はい。どういう感じでタスクやられてました、ウェポンまで。ウェポンまではカフェテリアでの右のやつやってた時にちょうど暗くなって、そのままそこで終わったんですよ、うん、暗くなるのが、うん、でその最後ウェポン行ってウェポンやろうって思ったタイミングで、最初のブザーになったんですね、あの死んでるって。でその前は、うん、もうアドミンカフェテリアウェポンぐらいしか行き来しないんですよ。アドミン行ってでドア封鎖されてしまって、はい、その時肌とこって一緒です。そうですね、O2 になって、で、畑岡さんと一緒に閉じ込められたんで、アドミンでも見とこうか思って見て、うん、で、空いたんで、上行ってみたいな感じなんで、アドミンカフェテリア、ウェポン以外動いてなくて、で、ほとんどそれ以外人とすれ違ってないんですよ。なんで、だから、あれですね。まあ、じゃあ、なんか、私と同じような感じの位置ですね、そうなるとなんか。黒さんも、ちょっと、近黒さんと足さん、ちょっと浮き気味ってことか。浮いてますね、多分。あれ、アルトさんの死体は分かんないんでしたっけ？いや、多分今もう残り時間で多分アルトさんの死体話すと、アルトさん、またあの配電盤前いたの見たの誰でしたっけ？はい、ハタタコです。ストレージの上にいたのは見てます。あれですね、停電直しに行った時の道中、停電直しに、停電がなったのはエレクトリカル内で、僕が でエレクトリカルの上のタスクやってすぐ、はい、停電直したって感じです。だから結構前に見てます。だからテラゾーさんも全然僕目線白じゃないです。ストレージでアルトさんとトータスさんダブルキルされてる可能性とかない？僕テラドさんと動いていいですか？僕ペアで。はい。はいよ。テラドさんと動きます。テラゾー、ハタサコだと思ったけど、ハタサコさん出しか、アルトさん情報が。わかんねえ。死体位置はストレージで合ってんのか？だとするとアルトさんの情報出すかね？あれ？ロアいたのがアルトさんなのか？で、砂ザメさんが上でやってる可能性？いや、でも停電前後に見たんだよね。パタサ、いやー、それで連携的に嘘つくとも思えんしな。偉そうさんが確定な気がしちゃってるな。ロックかこれ。いや、わからん。確定、ごめん、確定ではないけど、一番ちょっと疑っちゃってはいるな。ヒカクロスさんは右の情報全部出しまとましたからな。シンプルにもっと考えるか。シーさん、えい、ああ、あらら、うまーん、あってたあってた、先端をやられた。誰に、どこでやられてました？あのね、リアクターで今先端と作業してたんだけど、よかったよかった。停電になって。ピア君抜いてよかった。レポートが光ったって感じだから。あと誰が誰も見えてない。俺リアクターの覚え毛をやってて、途中で、ね、さん戻したらセンターが死んでたっていう状況。アシユハタサコは隠しろなんで、一緒に動いてたんで今の段。あ、そう、一緒に動いてました。あ、なるほど。うん。素晴らしい。だいぶ絞れた。アシユハタサコは。まあでもここが2路だったらもうおしまいなんだけど、砂爪さんどこ行った？今砂爪さん十字路付近にいたよね。十字路付近にいた、梅健さんがセキュリティから出てってロアエンジンに、私はロアエンジンからアッパーエンジンに、はい、ってことはピカさんかですね。あれ、もう一人死んでんのか。うん、梅健さんが死んでる。ああ、いや、よかった、ピア君どいて。でロアエンジンに向かってった後に死んだのか、梅健さんが。じゃあめっちゃ近いぞ。梅健さんのワンエンジンかその通路あたりで死んでる。ピカクロステラゾーか。私ストレージからエレクトリカルに入ろうとした瞬間狙ってますこれ。ストレージからエレクトリカル、ああ、それって誰かに見てもらって、見てる？一切見てもらってない。砂爪さんは、足湯さんとハタサコはどこに
最初アドミンです。最初アドミンです。なんか最初右側に行ってらっしゃいましたよね、2人ね。はい、それ見てて2人行動してんだなと思って見てて、私も右側の残ってるタスクこなしてたんですけど、えつななめさんは結局ってことは配信地のボスのアッパエンジンで、私目線テラゾーピカクロスになるなってことは、まあそうですよね、うん、ロアエンジンあたりでピカクロスさんが、梅健さん殺して、とりあえずテラゾーさんがセンターさん殺して、投票して投票して投票投票投票釣ります。ちょっと今日はいいよ、ナイス、ね、みんな入れて、入れ、待って投票ミスだけはしないで、なーはー、投票が間に合ってない。終わった。ボタン奇跡のミスにかけてボタン連打してください。釣らなきゃダメなんだよ。うん、シエさんが間に合わなかったな。じゃあ、でもちょっと2秒前に投票締め切られるって言っときゃよかったかな。結構早いんだよね、これ思ったより。説明しとけよかった、説明しそびれたわ。ナイステラゾーさん、テラゾーさん最悪だ。今あれが妨害したのやな、そうだなと思った。大変だ、最悪だよ、テラゾーさん。カチカチやった、カチカチやった、テラゾーさん。カチカチだ、カチカチやってるね、やってるの知ってたから私ね、アキラさんのそばにずっといたの。おめでとうございます。いやー、やったねー。すげー。これすいません、僕あれですね、僕が終わったらあかんかったんですね。あ、そうそう、あれはね、5人番面なので、2人残ってたらもう殺されて終わっちゃうんで、いやダメですね。結構ね、早いんですよ、締め切られるのが、投票が。はいはいはい、はい、残り10秒ぐらいでは。いやでもすいません、僕普通にスキップってやってました。あー、なるほどなるほどなるほど、そうやね、あそこはじゃあそうですね、選ばなあかんですね。だから停電だからラッキーと思っちゃったもん、すげえ。死んでるのが全部殺されて死んじゃってるんで、釣ってないから釣らなきゃダメですね、あそこ。はいはいはい、うん、絶対にインポスター確定な、まあまあまあ、2人出たんですね。まあまあでもそれを踏まえてもうまかったですね、テラゾーさん。最初の3キルが容疑者全然絞れんかったな。ピカクロスさんが殺したタイミングが本当に良くて、アルトを、はいはい、うん、あれ僕ストレージで2から1になった瞬間を見てるので、もうストレージに行く手前だったんですよ、うん、あーやっぱそうなんだ。アドミンでピカクロスさんが僕を殺した、ストレージいたんだ、ピカクロスさん。アドミンいたのか。私はストレージ側にいて、ね、アドミンを見てるアルトさんがソロって見えたんで、アドミンマップ見てる情報潰したいなと思って、サクッて殺してペントでナビゲーションに入れてるんですよね。実は僕がアドミンに入るところをセンタンと足湯さんは見てるはずなんだけど、多分スポーンって抜けちゃってるんだよね。はい、え、はいはいはい、私もアルトさんがアドミン入るの見たけど、その後だったのかな。もう船雨さんも見てると思います。うん、なんか20秒前ぐらいですよね、確か。そうです、あのタイミングです。だから僕は停電になってるタイミングを知らないです。え、でも、配電、あれは配線やってたっていうのが最新情報だと思った。ストレージで配線やって、そのまま入ってます。あ、その後か。あ、ってことは、畑さん君よりも、畑さんの情報の方が正しかったのか。そっか。なるほど。そうです、そうです。配線やって、覚えてなかったな。ってか、その前にシールドでテラゾーさんに会ってるんだけど。え、トータさんやったのは、テラゾー、テラゾー。いやー、頑張っちゃうね。なんだろう、最初の3キルが やはり見つからなかったのがあれで、カフェテリアの左でゾニキさんをやってるんですよね。そうですね、死んでましたね。はい、カフェテリアの左でゾニキさんやってるんですけど、その後 O2 になった後もそこが全然見つからなくて、うん、そして、ストレージに行ってシールドあたりで、先端梅健さんとすれ違ったんですけど、すれ違った後後ろから追っかけてるんですよ僕。で、梅健さんがコミュニケーションのダウンロードやってるんですけど、ダウンロードやってる横をすり抜けて、あ、これ梅健さんから見えてないなっていう状況で、ストレージに行ってトータスを殺してます。うん、首ねじ切られた。めっちゃのよ。なるほど。トータスが死んだタイミングでアドミンやめていこうとしたら、ピカクロスが入ってきて殺されました。はい。あ、連携が。連携がすごい。いやー、ちょっと最後、5人で、同票になって負けだと思ったんだけど、停電から始まったからまだ参ると思ったんだけど、うん、エレクトリカル来た時にテラゾーさんがと一緒に着いた時の絶望感がやばかった。あーもう偶然噛み合えってカチ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 ってテラゾーさんとずっとやってたっていう一瞬着きそうだったんですけどね、肩から見てると無理。いや、うん、
もうダメだ、あの波長は絶対合わない。合わなかったですか。偶然なんか5個オンにならないかなって思ったんですけどね、なかなか難しかったです ね、はい、ピアね、な、まあでも苦し紛れのピアでしたけどね、僕とあれはテラゾーさんはリポートしようと思ってした感じですか。あ、はい、僕はもう停電させて、砂爪さんが十字路付近にいたんで砂爪さんに塗ろうと思って自分で殺して自分でリポートってする形にすると結構塗れるんじゃないかなと思ったんで、なるほどなるほど。いやでも直前でピカクロスが砂爪さんが来て見つけるっていう状況だと大体俺が釣られるんですよ当然。ペア組んでる、まあそうですね、うん、ペア組んでるのにペア組んだ本人が殺してリポートってすると結構インポスターっぽくないかなと思ってやりました。停電も挟んでっていうタイミングが噛み合ってたんですね。ピカクロスが下からピョコって出てきてびっくりしてリポートしたんかと思いました。いやそう、そうなのかなと思って、もうよかったよかったよかった。そうそうそう、いや僕はアシエさんしか信じられなかったから、アシエさんと一緒にいれば大丈夫だって。テラゾーさんついてきてくれるありがてえと思って。君に来たったんすよね。最終日はすげえ整理しやすかったです。だから畑坂君とアシエさんが真っ白だったんで、私目線はすごい整理できたね。いやだからピカさんもなんか砂爪さんじゃなくてテラゾーだと思うって言いながら砂爪さんに入れるとかでもよかったのかなってですね。2人に揃ったよとどうしてもやっぱつながってる感出ちゃうんで、あーこれ怖いかなと思ったんですけど、なんとかなんとかギリギリでした。まあ分かった、もう乾杯だった。分かった、みんな上手ですね。分かんなかったし、僕はテラゾーさんかなぐらいだったから。ピカクロスに殺された瞬間をピカクロスに見てほしいですね。なんか怖いこと言われそうだな。いや怖いことは言ってないんだけど、ずっと悔しがってます。私はもう最後の寺澤さんのあのパチパチ合戦がもう悔しくて悔しくて。あれがあれでも確定ですよ、ほぼ5人でエレクトリカル鳴らせばほぼ勝ち確定ですね。あれでもパチパチやれば一番時間稼げるんで、一人がカチカチやってもう一人がゆっくり殺せばいいんで、キルクル稼いで。最初からやるつもりでは。最初からパチパチ。いやーあの寺蔵さんがきっとやってくれてるなって思ってて、だから私はあのそばに足尾さんのそばに立っててまだかなまだかなってずっと思ってた。いやー神連携だ。できれないしな。あんなに停滞するんだって思った。いやもう全然無理無理、あーもうあんなパチパチされたら直せない。もう最初僕も一緒にやったんですけど、多分3人でやったらより荒れるなと思って途中でやめたんですよ。途中でやめたけど間に合わなかったですね。あ、畑田君もいたんだ。いましたよ、3人いましたね、あそこは。でカフェに2人で。なるほど。でパチプロで負けて、パチプロ絶望感やばかったな、もう。いや、合わないときな。